三宝食品九州地獄豚骨ラーメン、揚げ麺に粉末スープ、かやく、レトルトの高菜、調味油がついています。麺は細めで気泡感は結構あります。やや粘りとか潤いにかけ、ゴワゴワして軽い食感です。ただ豚骨スープとの相性は悪くなく、下手に生麺に近づくよりは潔いです。スープは痛みを感じるほどの激しい辛さがあります。色が赤くないので、うかつに食べると危険です。豚骨やニンニクの臭みも出ていますが、辛さに埋もれてしまいます。旨味は人工的で薄いです。たくさんの高菜はスープほど辛くはありません。肉は薄くて硬いです。辛さのインパクトはすごいですが、製品全体のバランスがややいびつなように感じました。